はい。皆さん、こちら、物販講師の黒沢です。今回は2021年3月に再開しようと思っている勉強会、大阪勉強会の話について少し説明させていただきたいと思います。現在、新型コロナウイルスの混乱により様々な情報が飛び交っています。その中でなんで3月なんだということなんですが、まず前提条件として、悪法も法なりという言葉がある通り、緊急事態宣言の延長っていうのが3月7日で 終わる解除されるっていう前提で勉強会を行うっていう形にはさせていただきたいと思います厚生労働省の人口動態統計を見てみるとコロナウイルスと同じ RNA 型の要するに1本の鎖のインフルエンザっていうのが毎年1月2月をピークにしているからなんですね3月になるとあったかくなってくるし湿度も上がってくるイコールウイルスの活性っていうのが弱まって単純にウイルスに まあ、罹患すると言いますか、発症してる人はそもそもそんないないですけれども、は、まあ、少なくなってくると。ただ一点危惧しているポイントがありまして、それが PCR 検査なんですね。現在 WHO はコロナ陽性者と判断するための PCR 検査の CT 値を35ですよと。それ以上は意味ないですよって話をしてるんですが、日本45だとか、民間の機関って50ぐらいやってるんですよ。その pcr 検査をそりゃすればするほど陽性者っていうのは増えますからその陽性者が増えてるから緊急事態宣言を行うんですっていうまあ論拠が非常に乏しい政府の見解が今後も引き続きなされた場合3月7日を過ぎても実際にそのコロナで重症になるようなもしくは発症するようなリスクを全く持たない人の数も含めてしまえばめちゃめちゃ人が さらに増える。だって、PCR 検査をやればやるほどそれは増えますから、っていう状況を考えて、変な方向にさらに進んでいく可能性っていうのも危惧しているっていうのが正直なところではあります。1月23日の毎日新聞の記事によると、20日までに厚生労働省がまとめた、コロナでの死者数と呼ばれている4328人のうち、40代、50代合わせて0.32%っていうことなんですね。私の生徒さんっていうのは40代、50代、あと自分も含め30代、要するにあら アラフィフの人が多いわけですから基本的な対策をインフルエンザの時と同じ対策を行っていれば問題ないのかなとは思うんですが高齢者の方と 同居している。まあ、自分も含め高齢者の親御さんだったり、ご家族と同居している方に関しては、気をつける必要があるかなと思います。とはいえ、じゃあ気をつけるって何かっていうと、都営大江戸線でも集団のクラスターが起きたっていう感染源はどこなのかっていうと、水道の蛇口だったということなので、その水回り、おトイレ回りの清掃消毒っていうのをしっかりと行っていただく、帰宅された時に、胃の一番に行っていただくということで、感染対策というものは、 12分に行えるのではなないかなというふううに考えておりますというわけで3月に勉強会を行わせていただく前提条件として緊急事態宣言の解除っていうのが大切なポイントになってきますとで緊急事態宣言は解除されると思うし現状であればでその時に政府は皆さんの自粛のおかげでこれだけコロナウイルスが いなくなりました。自分たちの政策がこうそうしましたみたいなことを強調するとは思うんですよ。そうじゃなくて単純にウイルスの活性が弱まったってだけなんですけれどもね。なのでそういった言葉っていうのも政治家からもしくはメディアから発せられることを勘案した上での 今回3月に再開していきたいなという自分の考えになります。何か気になる点ありましたらですね、少し前に出させていただいた音声日記の中でも言及していることたくさんありますので、興味ある方はですね、この動画の下にもリンク貼っておきますので、音声日記で 改めてご確認いただければ公人でございます。というわけで最後までご清聴くださりありがとうございました。以上の点、ご納得いただける方っていうのは勉強会参加、ぜひともご検討いただければ公人です。では失礼いたします。